パパ。お、桃姫。私もお供が欲しいな。桃ちゃんおすすめのお供は？ダン。うん。いないいないの。まあ、このメンツ喧嘩あらな。だから桃姫には最新のお供。わあ、パパ何これ？パパとママからの愛だよ。何何？今年も来たー。すごい愛。新しい iPhone 登場。au ならいきなりお得。この愛すごいね。すごいのよ。パパとママの愛だよ。あ、困った時にあげてね。何何？え、ああ。愛が、すっごい愛。この愛すっごいね。やばいっす。今回はこのキラリカメラで撮影合間の三太郎の皆さんを撮っちゃいたいと思います。あそこに三太郎の皆様がいらっしゃいます。行ってみたいと思います。なんだ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 。おっ、おっ、おっ、入ってる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 。よし、なんです。あのね、今回の CM のテーマは愛ですよね。うん、愛だったね。そこで、うん、あの私のキラリ愛を、うん、サントロンの皆さんに一つずつ英語で、英語で、あのお聞きしたいなって思ってて。英語でしよっかな。いやでももうそれはさ、もうキラリちゃんといえば俺スマイルだと思います。うん、ああ大好きキラリちゃん。じゃあスマイルをどうぞ。いやーんいいね。いやーん、ありがとうございます。いやーんって、いやでもね、あとね、うん、やっぱりラブリーなんじゃない。ラブリー、うん、なるほど、よかった。じゃあこういう感じで、うん、ラブリー、あ、今ちょっと片手が使えない。ラブリー入ってる。あれ、あ、おもちゃ入ってる。ラブリーなんじゃないかなと思うんですけど。じゃあそれ元気やから、うん、やっぱアクティブ、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 V がいいですね。アクティブ、あ、その発音がいい。トライアスロンやってんだもんね。そうですね。そうだ、アクティブだ。すごいよね。うん。もう。なんやのこのまま。うん。今のでもウラちゃんが作ったよね。今のまあごめんなごめんな。ごめんごめん。以上キラリカメラでした。またね、バイバイ。バイビー。バイバイビー。バイバイ。バイバイビー。可愛かったね、ワンちゃんのね。可愛かった、うん、顔が綺麗な犬だったね。うん、美人さん。場の雰囲気がほんわかしますよね。おそうですね。いい子だったね。ね、ほんと。もうちゃんとずっと座って、うん、待ってて、うん、綺麗な毛並みでしたよ、ワンちゃん。あれ、キジは、キジは、キジは、猿もいたん。お猿もいたんだっけな。キジちゃんはいなかったですね。いなかったっすかね。キジちゃんはしょうがなかったですね。ワンちゃんが可愛かったです。うん、はい。ペット飼ってました？飼ってます？一応そのペットというペットではないんですけど、うん、あの、どういうこと？いや、え、何？カメとか、うん、あの金魚、金魚は昔飼ってたんですけど、うんうん、結構私。ネーミング、うん、なんだろう、名前つけるのを結構こだわってて、あの亀は今も一応元気で、うん、亀仙人って名付けて、っていうお名前でよろしいですか？お名前です。金、じゃあ金魚は飼ってた？金魚は、うん、あのおたふくとひょっとこ2匹、うん、そのなんかちゃんと古風だね、渋いね、うん、あの、うん、お祭りであのこうやって金魚をすくって、うん、その中であの生き残ったその大事な一匹と、うん、あと新しくお友達からもらった一匹で、うん、あのおかめとひょっとこ、おたふくとひょっとこ、私はおたふくって呼んでるんですけど、うん、お母さんはおかめって呼んでます。見た目が見た目由来ですか？見た目由来、片方なんか白っぽくて、うんうん、片方はなんかうんってなってるから、うんってなってる。え、どんなどんな、餌を食べるときにこうやってるから、めちゃくちゃブサイクじゃない。ちょっと可愛いか。亀仙人は、亀仙人は、うん、す最近すごいがっつきが、うんうん、大きいの、どの大きさ。本当最初ちっちゃかったんですけど、うん、もうこんな。育ったね、それは、うん、すごいね。それもお祭りでゲットしたの？お祭りではないです。お祭りではないんだ。ではない。
なるほどね。勝てねえな、うん、かわいすぎるな、ね、でもペットではないんですけど、それペットじゃないの？ペットですか？ペットですよ。はい、じゃあよかったです、うんうんうん、いや、ペットって言ったらそのかわいい、なんかさっきみたいなワンちゃんとか猫ちゃんとかのことかなって思って。これから飼いたいと思いますか？いや、一度は飼ってみたいなって思います。どっちがいい？猫と犬と、どっち派？ワンちゃん。ワンちゃん、やっぱり、うん、なんか柴犬とか豆柴とかがすごい好きです。あ、豆柴可愛いっていうもんね、うん、今日の子とか嬉しかったでしょ、うん、ねえ、めちゃめちゃ可愛かったもんね、うん、僕イングリッシュブルドッグ飼ってました。ブルドッグ、子供の頃でかいやつ、はい、可愛かったです、異常な可愛さがありましたね、なんか、うん、俺猫2匹飼ってます今、はい、そう、猫ちゃん大変、ヒゲのおじさん、俺はね今までね本当に犬とか飼ったことなくて、ただあの夜店で金魚すくいで捕まえた金魚がこれぐらいになった。濃いじゃない？え、マジで。それは嘘でしょ。ほんまに。あ、でもこれぐらいっていうのはテレビ用ですかそれ。俺は今大人でこうやってるからあれやけど、俺の子供の頃がこれぐらいやと思ってたから、多分まあこれぐらいかな。いや、それでもでかい。あ、でもこれぐらいかな。いや、でもおかめもちょっと子もこんくらいなりましてから。なりましたから。いや、おっきなるよね。いや、こんくらいになった、なった。大きくなる子はめちゃくちゃ大きくなるんです。だから、そう、金魚やけど、もうほんまにこれぐらい。もう多分、これぐらいやわ。体感的に。でかっ。うん。だからすごい、何年も生きたよ。へぇー。かなり思い出ですね、それね。そうそう、ずっと、だから、インパクトあるっていうか。本当の意味でね、お供ってどこでも、趣味の時もプライベートも仕事もっていうのはやっぱ携帯ですね。まあそうですね、うんうん、もう欠かせないですね、うん、絶対持ってますもんね。絶対に持ってるから、うん、まあ、それお供と呼ぶのかあれだけど、もう必需品ですね。まあもう携帯っていう名前がついてしまってるからね、うん、携帯するっていう、うんうん、なんかありますか？まあまだ小学生なんで、うん、基本手ぶらですよ、どこ行くのも。うん、だけど、うん、多分私の学校の先生的には、うん、なんかメモ取る紙と、うん、鉛筆は持ってきなさいって感じなんだと思います。どこ行ってもメモ取れるように。何のメモを取るの、ちなみに。わかんないけど、かんないの。旅先とかで、そこの歴史とか、うん、看板にちょこっと書いてあったことを書き取っとくとかすると、それはすごいね、いいよっていうので、そう、私もたまに持っててます。たまに読んで書くの？ちゃんとそう書いて。一応書いて。ちゃんと筆箱に入れてね。ぐさってなっちゃったらあれなんでね。はい。そのポケットに入れてるわけじゃないでしょ、それ。そっか。うん。じゃあどこに入れてんのか。え、カバンの中でしょ。そこもボケさそうとする。一応ね、望みをさ。なるほど、ね、うん。僕、今年の夏から、うん、サーフィン愛が再燃しました。すごいね。ずっと何年も離れてましたけど、ちょっとやってみようと思って。うん、で、なんか新しいボードまで買っちゃいました。あ、買っちゃってな。だからこれもう秋ですから、海パンでは入れなくなってくるんで、うん、こっからウエットもまた作ってとか、うん、あ、もう寒くなってもやろうっていう。そうです、そうです。俺は愛だね。そうなんですよ、うん、だからこの愛を、まあ、閉ざすかどうかはこっからに限って、まあまあ関わって育むかどうか。そうです、そうです。育んでいきたいと思ってます。なるほど、なるほど、なるほど。すごいな、うん、ありますか、愛は。さっきまで生き物の話してて、また生き物の話なんですけど、うん、いいです、です。これも本当飼ってるって言わないと思うんですけど、うん、カブトムシ飼ってるんですよ。もう飼ってる、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 飼ってる。一応虫かごに入れて置いといてあげてるんですけど、うん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 、愛っていうほどじゃないけど、なんだろう、可愛いなじゃなくて、うん、面白いなって最近思うようになって。ああ、どういうとこは？昆虫ゼリー食べるときに。うん、この辺に生えてるオレンジ色の、うん、あるね、そう、あります、わかります、うんうん、なんかほうきみたいなやつを昆虫ゼリーに突っ込んでしょぼしょぼ
食べてるんですよ、うん、面白いなと思って。いや愛じゃない、それは愛ですかね。うわ気持ち悪いって思わないんでしょ。なんかずっと一緒にいると思わなくなってきますね。愛だ ね、うん、それは愛だ、ね、俺愛っていうかまあ相川翔さんにカブトムシもらったことあって、すげえ、つがいでね、すげえ、でそれがこ卵産んで、うん、結局37匹生まれたよ、ね、すごい育ってましたよ。すごいちょっと気持ち悪かったけどね。37匹相当多い、ね、ちょっとね見たことない、うん、だからすごいねちゃんと育ててね。いやちょっと見た目がねすごいからね、ね幼虫の時はね、幼虫ちょっと う、うん、うじゃうじゃしてると気持ち悪いですよね。それが今面白くなったんだ、うん、あいいね、俺はもうあれだね、もうやっぱ家族愛だね、うんうん、素晴らしい、友達愛とかね、うん、最近ねコロナとかもやっぱり、うん、かかっちゃう人もいたりすると気になるしね、うんうんまあ、連絡を取り合って、うんうん、あの意識してますね、うんうんうんいやもうだって今ネクタさんが拍手してたもん、その愛待ってましたみたいな、すごいでしょ、うんうん、一番オーソドックスなやつ求めてたんやと思ってなんかひねりとか必要なんかなとか思ってたけど、どうしますでも素晴らしいよね。お兄さん言いますかじゃあ、僕に言うっていうかまあもうなんぼでも寝れるんです最近、もう寝るのが大好きで、それを睡眠愛ですね。睡眠愛、はい、もう寝れますね家族愛かな、でもそうですかね、でも友情愛寝てたのかな、うん、それかな、やっぱやっぱなんか人との、うん、やっぱりこのつながり、うん、かな、やっぱだね、うん、やっぱり人とのつながり愛かな、うん、つながり愛だね、つながり愛、つながり愛ってこと、つながり愛、そうそう、つながり愛を感じながらやっぱ寝る、睡眠愛、はあ、うん、どう思います、どう思うとか、どう思われます、逆にどう思われても、どう思います、眠るのは眠る、つながり愛、いや睡眠愛ってどうですかね、睡眠愛とあまり関係ないかなとか、ですよね、ですよね、ですよね、思ったり、もうちょっとちゃんとしたエピソード欲しかったですね。あ、そうだね、いや別に、いや別にそこは別に、そこは別にいいか、まずいいか、裏ちゃんだしね、裏ちゃんだ、うん